裕次郎ハンマという男を知っているか。挙句の果てには慶応予告、そしてスポーツの枠を超えた伝説の数々、生きながら神となった男。日本のプロレスラーを相手に世紀の一戦、タイトルマッチと何ら遜色のないトレーニングメニュー、マスコミの目を避け深夜のロードワーク、メンバーはいつも通り15分経過、続いてジャック・レノンが消えた。異変に気づいた。私は本当に仲間たちが猛獣に襲われたことを懸念した。猛獣以上の男がそこにはいた。会いたかったぜ。リング上でもほとんどガードを上げたことのなかったこの私が、ノーガードを戦術として取り入れたのは私が最初だった。私がガードを上げるその意味の大きさが当たった。想像できるだろうか。何が欲しい。あんたが目指したものは世界ヘビー級チャンピオンじゃねえ。もっと全局面的な、あらゆる攻撃を想定した、いわゆる格闘技。ボクサーですらない。いやさっきとは大違いだぜチャンピオン。あえて言うなら、マホメド・アライ流拳法。徴兵忌避を強行したためのタイトル剥奪。あんたを尊敬している。あんた、力なき者の希望だ。君のあまりの強さに、そして俺の弱さに。闘争はいつだって絶望的だった。2ラウンドで顎を叩き割られながら最終ラウンドまで戦ったこともあった。戦う技術が偉大なのではない、ハートだ。君の夢は力。それは権力ということか。そうではない。己の五体のみを条件とした絶対的闘争力。私の息子に会ってくれ。バキ。की नई संघे सुपवोली आई फेल भाईल पलने माँ हो दौरा की नई संघे सुपवोली आई फेल भाईल पलने माँ हो अब कैसे करी है छट छटी माई लालू के ललने माँ हो4年ぶりだ。ここで交わした約束、もう誰にも負けないって最も深刻な
最も大きな敗北を喫しようとしている。裕次郎によって両親を惨殺されているが、客人だ。ごめん、でも嬉しいよ。